関西医科大学は、大阪府平方市新町2の5の1に本部を置く、日本の私立大学である。1947年に設置された。大学の略称は、赤医、赤医大、関西医大。6年間の学費は2770万円程度。1928年に、大阪女子高等医学専門学校として、創立された。 関西医科大学平方学者専門1928年大阪女子高等医学専門学校として大阪府平方市牧野地区に開設当時西日本で唯一の女子育機関であったその後1960年大阪府森口市に滝井病院が竣工し専門家庭と大学本部が森口市に移転教養部の2年間は 牧のキャンパスで学び、終了後は森口市の滝井キャンパスで学ぶ形を採用した。しかし、2013年平方市で、すでに会員していた付属平方病院隣接地に、新学者が開設。これにより2つに分断されていたキャンパスは、平方に集約されることとなった。なお、かつて教養部が置かれていた牧のキャンパスの一部は、 付属看護専門学校の校舎として使用されていた。2018年4月、看護学部と大学院看護学研究科を開設した。2021年4月には、関西医科大学付属看護専門学校も使用していた、牧野キャンパスに、理学療法学科と作業療法学科の2学科からなる、リハビリテーション学部を開設した。関西医科大学は、 2021年までに完成を目指す留学生の部屋や大学、患者や家族のための宿泊施設などが入るタワー棟の建設を2020年3月16日に開始した。建設場所は2018年に完成した関西以下、大学看護学部棟の南である。設計者と志向者は前田建設工業が担当し、竣工は2021年9月30日に予定。 地上12階、高さは約116メートル、寄宿舎の住戸個数は45個を予定している。2020年7月、京都朝鮮中高級学校の生徒が入学資格審査を申し込んだ際、要領に記載がないのに、各種学校は要件を満たさないとして、朝鮮学校生としての受験を門前払いされていたとする報道があった。1948年の牧野校舎、 2018年現在も残る本館や行動が見える。自人心境、すなわち慈しみ、恵み、愛を心の基盤として生きる、偉人を育成することを、見学の精神とする。医学部本学医学部は、見学の精神にのっとり、自由、自立自学の学風のもと、生涯にわたり、学問的探求心を備え、幅広い教養と国際的視野を持ち、 地域社会に貢献する人間性豊かな領域を育成することを教育の理念とする。看護学部本学看護学部は見学の精神である自人心境に基づき幅広い教養と高い倫理意観、人間愛を基盤に人々の生命、健康、生活を統合した専門的知識、技術を備えた看護力で社会に貢献できる柔軟な創造力。 行動力を持つ人材を育成することを教育理念とし、学生の自由、自立、自学を基盤とした学びを保障する。リハビリテーション学部見学の精神である、自人心境に基づき、何らかの障害を持つことで生活が制限された、人々が社会で自分らしく生活できることを支援する、専門的知識、技術を習得し、社会に貢献できる柔軟な創造力。 行動力を持つ人材を育成する。大学院医学研究科関西医科、大学大学院医学研究科は、基礎医学、社会医学、臨床医学系を融合した高度に専門的な学、専攻系研究分野において、医学に関する基礎生命科学の基礎理論並びに、先端医療への応用を学習、研究することにより、医科学研究者として自立し国際的に、 研究活動を行うに必要な高度の研究能力と指導的立場たるにふさわしい、豊かな学識及び人間性を養うことを理念とし、次の目標を掲げる。大学院看護学研究科関西医科、大学大学院看護学研究科は、見学の精神である、自人心境に基づき、深い教養と高い倫理観及び、人間愛を基盤とした精神な学識を授け、 人の尊厳を尊重し、生命、健康、生活を統合した高度な看護実践力、研究力及び教育力を養い、看護学の進展、革新とともに、社会の発展と平和に寄与する人材を育成することを教育理念とする。学部大学院21世紀、COE プログラム私立大学学術、研究高度化推進事業私立。 大学研究ブランディング事業他大学との学術協力協定。ありがとうございます。